清水エスパスの小野伸二です。今回このように被災された方たちに、本当にご冥福をお祈り申し上げます。そして、僕たちスポーツ選手がやれることというのは限られたことしかないと思いますけれども、自分たちのその持っている、自分たちのできる全ての力を、被災地の皆さんに、気持ちを届けられるように、これからも毎日努力していきたいと思います。被災地の方たちも本当に体に気をつけて、早く皆さんの笑顔を見れるように、僕らも頑張りますので、本当に頑張ってほしいと思います。力を一つに、チームアズワン。